軒並みなんか岸田政権のね支持率がえそれこそ麻生政権以来のという一応ちょっとこんなのをだ作りました軒並み20%台になったとっいうのはしかもすべてがマイナス10とかマイナス5とか支持率ってまああの調査の仕方も含めてさもうちょっとあの大した。 大した指標にならないうはならないい僕はと思ってて、うんうん、なぜならば、うん、これはも毎回ねあのこんなんで解散できるかって皆さん言うけど、うん、解散できるんですよいやした方がいいとは思わないよだけど岸田政権の支持率がイコール投票行動にどこまで反映されるかといったら自分の選挙区の誰と誰と誰が出てますと。 そうしたら、ああ、もう、これは自民党しかないなみたいな投票行動は普通に起こるんですね。つまり、内閣支持率っていうのは、だいたい国会が開けば開くほど。下がるんですよ。突っ込まれるからね。突っ込まれるから,野党,から、ね、野党の攻撃を受けるからね。で、国会がない時も下がってても。あんまり直接怒られる人が、怒る人がいないじゃないですか。国会が始まれば、直接怒る人がいるから、またガクンと下がるのは。うんうん まあ、僕にはすると想定の範囲,内範囲内ただ、うん、こ,のこの数字の下がり方はねやっぱりあの増税メガネなのか減税メガネなのかもうよく分からなくてな、うん、その何ががやりたいいのかか着地わらない今パーティー権問題っていうのがね、はい、各自民党の,その政治家はノルマみたいなのが課されてたんだけどノルマを超えた分は結構自分の懐に、うん。うん 入れたと言われていたとと言わるそれは本来であればまあそのパーティー券じゃなければ5万円の仕切りがあるのにそれよりはるかに大きな金額がまあもしその実際に無申告で出てたとすればまあ裏金みたいになっているところがある可能性があるってことでそれがちょっと規模がどれくらいかは分からないんだけどあの下手すると相当な金額リクルート時間並みの金額になる可能性もあってそこまで特措が実際に個々の政治家の 裏金までやるのかそれともまあこのパーティー権で、まあこれ記載ミスみたいなあの、えー、話でお茶を濁すのかというところが今当面の、ね、焦点かなというふうに僕は理解してるんですやっぱりね不透明なのが事実それから裏金が作りやすくなってるのも事実でそれが選挙の時の地方議員に配られるお金になってたりしてて、うん、でましてねこれが政治資金ですというふうにな,なって言い訳してても 広島の場合はその言い訳が検察審査会に行ったら全くその口裏合わせが通用しなくてダメだったじゃないですか個人への寄付はなくなってその代わり政党助成金を100億単位で出すようにしましたと、うんね、あの特に大きな政党は100億を超えてもう税金が投入されてますと政党交付金とか政党助成金ですよね。これ抜け穴じゃなくてさ、うん 堂々と事実上個人に献金でできるんですよ、ね、これはいいんですよってことになってるんだからね。うん、団体をまあこれはまず当選者が落選しちゃうと駄目かもしれないけど、まあ、とにかく支部長っていうふうになってるのが分かるようにここはもう今現職にとっては個人の団体と一緒これなんか本当に個人の団体ですよね。はい、一体これのどこがね助成金払ってるからその代わりお金をもう出さないようにしようとかっていうふうになったのかっていうのはまず全然そうなってないじゃんっていうのが一つと。 あのパーティー券だとなぜか20万円までは、えー、その登録しなくていいと、ね、申告しなくていいとつまり大体2万円なので10万円ぐらいまでは買っていいと、うん、でそれをそいろんな団体がその、ま、買うから、うん、一体何枚売ったのかだってわ、まあ、からないんですよね実際はねさっきの裏側の話っていうのが出てくるのはさらにそれに輪をかけて、うん、えー ノルマを達成してじゃあ,まあ僕は100枚売らなきゃいけないと 2>,、うん200まあ、2万円だと200万円か、うん、で200万円分は一応派閥なりに入れなきゃいけないんだよね、うん、100枚売りましたっつって、うんうん、でも実は、えー、100万円じゃなくて300万円売りましたと、うん、そうすると残りの400万円は、えー、で20万円以下だから1人当たり、うん、無記名で、まあ、政治資金にできる個人がポケットに入れられるってことになっちゃうよね、うん、そうすると。 茂木さんしか言ってないけど、うん、まあちょっとうっかりしてましたとかちょっと修正しましたとかミスだって話になってんね,ねミスのそんなうっかりしないのこういうことはこういうことはちゃんとやらないと会計責任者としては無能でしょそうですだからこれうっかりなんてことはないんですちゃっかりちゃっかりやろうがやってるんです。 ちっかりね、うん、そこを間違っちゃいけない。補正が取ったら、もうすぐ今回閉会でしょう。十五日ですね。十五日でね、はいうん。で、まあ、それまでに解散の可能性は。まあ、ないな。ほとんどない。<お>もう。もうないね。うん、年明けはみんなまさかと思ってるかもしれないけど。僕、うん、はいろんなことを考えたら、ここしかタイミングがなくなるんじゃないかと思って。で、ここをもし乗り切っちゃったっていうか、やらなかったら。あ、岸田さんはもうあんまりやる気がないのかもしれないなと。 疑い出す。再選しなくてもいいと思ってるってこと。うん、もうもう勝利じないって,ってもっと言うとさ、解散しないとその後受けた総理はもうすごい狭まった段階で。一年,年にやんなきゃいけない。まして再来年は参議院の年だから。そうだね。もうなんか選挙だけでは終わっちゃうそうになるわけよ。そいいんですか皆さんそれでって。